雑談です。開発を進めていたけれど世に出なかった作品は山ほどあります。私もこれまでいろんなタイトルが中止になるのを開発者として見聞きしてきました。これらは一般への発表を迎える前に中止になった作品が多いです。中にはあっと驚くようなシリーズものもあるのですが、プレイヤーが知らないところで静かに息を引き取っています。これは誰に対しても良くないからなるべく避けたいところなのですけどね。何しろそれまで制作していた開発者がかわいそうです。何ヶ月もしかして何年もかけて作ってきたものが日の目を見ないというのはかなり心にくることでしょう。だけど一方で会社員として制作していたなら成果が上がらなくともちゃんとお給料はもらえるはず。会社がもしなくなっていなければですけれども、開発中止や延期の影響をもろに受けるのはやっぱり会社です。収益を完全に失い維持費がかかった分は損をしているので、一本逃すだけでも文字通り会社が傾いてしまう。開発中止の理由に会社が維持できなくなったからというのは多分にあるはずです。単純に会社がなくなるだけではなく、資金繰りが厳しくなったために見込みが薄いプロジェクトを止め、確実なプロジェクトに力を注ぐというのはいかにもよくあることですし、開発中止は主にこれからかかる費用と得られる利益見込みのバランスによって判断されることが多いです。もちろん想定よりもぐっと売れることもありえますが、途中でそれらしい芽が出ていないのに楽観的な予想図を描くのも難しいですよね。開発は最後の方に一番お金がかかります。デバッグや広報なども必要ですし、一番人がかかると。損切りのような判断ですが、そこに耐えきれないとなったら適切に引くのも正しい営業判断ではあるでしょう。開発中止になるリスクや想定というのを開発者も意識をしていなければならないと思います。単純にそれぞれに与えられた仕事をこなしていればものは完成するのだと考えない方がいいですね。完成に向け何をするのが適切であるのかはそれぞれが俯瞰できればできるほど有利になります。建設的に物事を進めるためにできることは協力していきましょう。世間では山ほどのゲームがリリースされていますが、その陰で誰にも知られずに消えていったタイトルもあります。そんなことがわかるから無事にゲームが発売されるのがありがたいです。とそんな雑談でした。